はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを行っていきたいと思います。今回は、首位のアスカディア奈良との戦いです。それでですね、ここ最近は、まあ微妙な、一時比べたら微妙な戦いが続いてまして、まあ前回の岡山ピーターローズ戦もなんとか引き分けに、もつれ込むことができたという感じですね。これだ。これは青が勝ちで赤が負けってことですよね。となるとまだアスカリアナには1勝もしてないというわけです。まあ、トップロードレイタも2敗に引き分けで結果的に勝つことはできませんでした。で、今ですね、チームは、こっちじゃないわ。5位で、貯金1です。で、得失点差プラス3というわけで、ゴール数はくるみがダブルスコア近くつけて抜けております。というわけでですね、これは本当に最後の最後ですので、イエローカード関係なく、ベストメンバーで、戦っていきたいと思います。よって緑だし、7個だし、マドカも悪くないはずなんだよな。いや、そんなことはないのか。まあ、もっとも。あげときましょう。サツケオ村があるんだよな。で、ジョーコがあって、夏木。ジョーコかな。ヒロカエア見劣る。アヤカにはあやかとみほを交代。みほと鬼丸をチェンジ。はい、このメンバーですね。普通の2トップで行ってみたいと思います。先日は攻撃、妖怪選手をマーク。これで試合を開始したいと思います。では、スタート。はい、一応ホームだということで、勝ち、勝率は上回ってはいます。まあ、とはいえ、一勝もしてないですからね、今年。アスカディアナーには。
おっと、通らない。しかし、なんとか追いついた。おっと、捕らえちゃいました。おっと、動きが悪いぞ、ここで。これはもう、前へ出したが、栗田に取られるが、ここはミオが取り返して、深澤、早いパス回し。彩香が上がって、おっとね、苦し紛れに出していきました。ここまではまあ、まずまずいいですね。ミオが上げた。届かない。ナイス、緑。おっと、届かないか、惜しい。緑から菊池へ。菊池が、あっと、これは、うまくいかなかった。相手の、まあ、守備の、マークもきつかったですからね。さあ、緑。と、一度深沢で、これは、くるみ。チャンス、一戦して。やりました。え、嘘って言っては、首位ですからね、相手。やっぱ恥ずかしくないし、優秀の美を飾りたいですから、最終戦となっては、この年の公式戦の。というわけで。さあ、相手はパス回しで揺さぶります。さて、おっと、これはうまい。7個。あっと、これは、ちょっと、どうかな？おっと。ここら辺のパス回しがうまいですね。ラグビーみたい。ちょっと回されちゃいました。おっと、これはファールだ。早めに選手交代いきますね。こちらもちょっと、備えないといけません。福山が？まあ、でも福山まだまだいけますからね。くるみ、これはノーホイッスル。さあ、持っていく。自分で持っていく。と、あげた？さあ、我がチームのボールです。ちょっと無理があったか。さあ、ここ終盤ですね。気をつけないといけませんよ。おっと？何だったんだろう。さあ、ちょっと小西、うまい。ナイスです。はい、これで前半終了。なかなかいいですね。と、緑がちょっと疲れてきました、ここへ来て。一応このままでいきましょう。これはノーホイッスル。緑のチャージがきついです。さて、来る。あ、これは無理がありました。さて、相手のパスを、お、なんかすごいシューティングするけど、反則取られないっていうシーンが目立ちますね、今回は。さあ、7個。上げた。しかし、これはちょっと届かなかった。妖怪に渡ってしまった。あと、ピンチ。おっと、なんとか防いだ。助かりましたが、まだピンチは続く。おー、ミオが。うまく乗り切ります。そのミオを変えようと思います。まどかに変えます。さらに福山と菊池を入れ替えます。彩香はちょっと、でも彩香もいいですからね。千歳に変えましょう、彩香は。まどかを7個にはあげられないか。さあ、彩香が上がっていく。さあ、2点目なるか。あっと、いいスだったんですが、これはノー、
ならないか。あーと、これ、入って欲しかった。残念。残念。この辺のシュートの精度ですよね。さて、ゴールキックへ出ました。マイボールです。そう、一度、後ろに置いて、パスがいいですね。しかし、取られて、さて、おっと、これ緑がうまい。このボールを取っていくっていうのはいいですね。さあ、マイボールになって、このパス回し。しかし、これは、緑がすぐに、チャージに行きますが。さて、こちらは取った。これですよ。この、こぼれたボールを取りに行くという姿勢。窓か。さあ、前に出すが、さすが、もうちょっとでしたね。でも、良い感じです。さて、一人ですね。福山がもうバテてきてます。美穂を入れるか、カルベを入れるか。羽生田も結構あれですからね。疲れてきてますから。窓か上に出して、そうですね。悩むとこですが。まあ、美穂か藤原を入れましょう。藤原かな？藤原にチェンジです。これで交代枠を我がチーム使い切りましたが。さあ、緑！あー、残念。さあ、相手はラストチャンスでしょうから、多分必死に攻めていくと思います。うまい！くるみ。ここも、さあ、これは勝ったでしょう、もう。さあ、ラストチャンス。あーが、弱かった。試合終了、勝利です。いや、いい形で、終わせられましたね。いきなりこの、ふわっと上げて、エースストライカーのくるみ。緑か、深沢ですね。深沢が、ナイスアシストでした。そしてですね、それからずっと、まあ、この試合で特筆すべきことは、相手が、ボールを取っても、つなげずに、取り返すってとこだったね。あ、これは惜しかったな、7個。ちょっと窓かではシュート力は足りなかったけど、これは勝利です。まあ、ボールを、取って相手の攻撃のチャンスを潰すっていうのができてたっていうのが、すごく、1対0です。で、1点差。点差的には僅差ではあるんですが、非常に内容の良い勝利だと思いました。公式戦最終日、勝つことができました。これで、今シーズンは4位、勝ち点41で、フィニッシュです。2位のトップロード、ナイタとは3点差だったですよね。結構いいとこまでは行ったんですが。はい、試合の差っていうのはあったかと思います。さあ、全日程終了です。貯金に4位。なかなか好成績と言われました。いやー、この、N2 に上がって初年度でこの成績はなかなかではないでしょうか。ありがとうございます。予算は増額されない。そうですね。一応 N1 との練習試合も行います。ということで、来週から、いよいよストーブリーグ、練習試合や、選手の補強ですね。補強、もちろん、去る選手も出るかと思います。また、特訓などをして、選手の底上げを、コストパフォーマンスをいい状態で、かつ、女子選手を、増やして、測りたいと思います。
はい、また次も、ありますので見てください。はい、ゲーム動画で以降で の活動の原動力はチャンネル登録者数、まあアクセス数、それから高評価、あとまあ共有してくれる数ですね。Twitter や SNS などで。となっております。ご協力いただくと非常に励みになります。よろしければお願いいたします。ブログ、Twitter もやっております。いつも通りですが、説明欄、コメントに記載し、アドレス記載してますので、よろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画、関連プレイリストが出てまいります。お時間がありましたらそちらもご覧いただければ嬉しく思います。というわけで、アスカディア7戦、見事に勝利することができました。パチ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 。はい。というわけで、来年度も、まあ、来年度に向けて、選手を強化、入れ替え、図っていきたいと思います。また、そうですね。それを図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また次もよろしければ見てください。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。